要塞法は要塞に備え付けられた防衛用の大砲。一般には沿岸要塞に備え付けられている大艦及び水際防御用の沿岸砲も要塞法に分類される。大砲が発達し両方式の要塞が用いられるようになった18世紀以降に多く用いられるようになった。ブラジルリオデジャネイロ氏のコパカバーナ要塞の30.5メートル連装法。 要塞法は要塞に設置され位置の移動の必要がないため、野戦法に比べて大口径で重量がある場合が多い。初期の要塞法は砲車の上に置かれたが、これも野戦法用の砲車と異なり、この時代の漢方同様4つの車輪を持っていた。後には旋回式の台車に乗せられ一定の自由度が確保されるようになる。要塞法は固定のままで良いということは、 利点だけでなく欠点にもなった。それは剥き出しの状態であれば狙い撃ちされ破壊され安いということである。そこで露天から屋根と狭間を設けるようになった。19世紀後半には要塞法は陰見式が出現し必要に応じて号から出して運用する構造が多くなった。一方で戦艦や巡洋艦の手法を陸上げして 要塞法として使用されることも増え、官報のように回転砲塔が採用され、強固な鉄蓋が法を覆うようになる。20世紀後半には要塞そのものが衰退したので、それと共に用いられなくなった。ありがとうございます。